2年働いた仕事でずっとメンタル不調だったのですが、先週木曜日から休み続けています。転職活動はできており、えー、精神科に昨年末から通院してるんですが、現職で休職することになった場合、注意点を伺いたいです。やりたいことは転職したいになります。とえー、休職の場合、どういう点を注意したらいいのかということですけど、これは動画で撮っているので、えー、ちょっと探してみてください。あの休職、復職みたいな。 えー、再生リストも作ってると思うのでそこに結構いろんなことを語ってますで、えー、注,意注意点としてはですねまずその傷、えー、病手当の手続きですね休職中に傷病手当っていうのをもらえるので、えー、そ,のそれはどうしたらいいかっていうことをあの会社に言ってくださいで、えー、小さい会社とかですね給食に慣れてない職場だと傷病手当のことを、えー、忘れてたり知らなかったりすることもあるので、えー どういう形で傷病手当を取るのかを確認するってことですね。で、えー、次はですね、あの産業医面談とかそういう感じですね、えー。はどういう形でやるのか、そういうのは定期的に会うのかとか、保健師さんと会うのかっていうことも確認するのが重要かなと思います。あとはゆっくり休んでください。えー、まずゆっくり休むのが大事ですね。で最初はゆっくり休んでみ、えー、ると。で、休み始めたらですね、あの、調子崩すんですよ。それはその、 今まで頑張って張り詰めてたものが、休めると思った途端、ガクッとくるんですね。なので、一回下がる。だけど、焦らずにゆっくり休んでいくと。であの、後半ですね、眠るんですよ。で、眠り続けてても焦らなくていいですねあの。転職したいと思って、本当は給職中に、せっかくの給食なんだから、もっと転職活動しようとかあの、勉強しようっていうふうに思ってると思うんですけど、あのできません。大体寝てます。 でもそれ,がそれでいいんですよあの。そうやって寝ることで体を治していくのであの自分はせっかく給食っていうチャンスをもらったのになんで勉強できないんだとかなんで転職活動できないんだと思うかもしれないですけどあの焦る必要はないですからしっかり休んで寝てください。で後半ですねできるようになってきますから、はいえーまあ、動画撮ってますので、えー、そちらを見てください。うん